どうも、はじめまして。九州大学の谷口と申します。では、始めさせていただきます。COVID-19 下での基幹教育の取り組みということで発表させていただくんですが、実は、秋学期から対面教育を始めましたので、そのことを中心に、話をさせていただきたいと思います。夏休み前ぐらいからどうやって対面教育を入れるかということで準備しましたので、まずそのことを紹介させていただきます。実は夏学期、6月ぐらいに始まる頃に一度、対面教育を入れれるんではないかって話は出たんですが、実はその頃は学生の4割ほどが福岡県におりませんで、全く学生を呼び込んでの対面授業できるような状況にありませんでした。そのことを踏まえて、8月の上旬には、学生たちに秋学期は対面を始めるぞということを周知する必要がありましたので、お盆の頃に、大学からはまだ正式な通知は出てなかったんですが、学生たちには予告のメールを出して、秋学期は対面講義が必修の科目で始まるということを通知いたしました。で、実際大学は8月末に正式通知が来ましたので、それを受けて、もう一度正式な通知を出して、で、それに先立つ7月頃からずっと感染予防策の準備と、それから対面講義を行うにあたって、講義設計の見直しということを準備しながらしておりました。で、後期に対面講義で開講することに決めました科目は、そこに挙げております、課題共学科目っていう、これは、九州大学が、初年次で謳っております、アクティブラーナー育成の目標のために作られた、PBL 型の科目ですが、その科目を対面で実施すること。それから、どうしても実験、1年生に、理系の学生に1年生に実験科目がありますので、それを、実施するということを主に中心に、あとは運動系の科目とか、図学ですね。図学系の科目。それから、初級外国語のいくつかの科目を、対面で開講するということを決定いたしています。それで、こういう状況で開講しますと、大体、初年次学生っていうのは2600人ほどいるんですが、そのうちの1000人ほどが、1日に出てきてキャンパスにいると。ですから、半分以下になんとか抑えることで、学生実はこっそりぴったし寄り添って話をしておりますので、全然密は、講義の外では解消できてないような印象もあるのですが、そういう形でキャンパスに学生が少ないようにしようということです。で、あとは教室が少し空きを作っておかないと、対面授業のために学校に出てきて、遠隔授業を学校で受けるという学生たちのための場所っていうのも必要だったので、そういうことも、そのためにも人数を抑えるということをやっています。そちらの、横のグラフにあります通り、秋学期は、ほぼ20%強の科目が、対面授業になっております。セメスター全体に限って、後期に限ればもう少しパーセント上がるんですが、それは必修に限って対面が必要なものだけ、対面を行うということに決めたせいでですね、少し、様子が変わってるということです。それで、感染予防策なんですが、もう、皆さんすぐに頭に浮かべられるだろう、換気の問題、それから消毒の問題、それから検温をどうするかということと、あと、学生たちへの啓蒙ですね。学生教員用の啓蒙ということで、上の黄色い枠の中に書いてあるような、サーキュレーターを入れたり、それから教室についている換気扇の外側の大きなフィルターを抗菌のものにするとかですね、あと除菌用のシートを各教室に置いて、学生たちが自分ですぐに自分の使うところをきれいにしたりとか、あと、検温も家を出てくる前に検温してくることは義務付けてるんですが、どうしてもできない学生たちのために検温センターを用意するっていうようなことを用意、感染対策としておりました。で、その後、授業の教室の中では3密を回避するということで、教室の収容定員は半数以下にするということ。それから、先ほど言いました PBL 型のグループワークを要求する科目では、学生の間隔が2メートルになるようにすること。で、机と机の間にアクリル板を置くようなことでですね、飛沫等による感染防止もする。学生たちにはマスクを着用するように言ってますが、フェイスシールドは大学の方で購入して学生たちに配りました。それから、実験の際にはフェイスシールドは、火がついたりして危険ですので、保護メガネを着用させることにしましたが、それは、こちらも、あ、こちらは学生が自分でこれからも使うのでということで購入しています。アクリル板、遮蔽板は、必要な数だけ買って、教室に置くことにしました。で、教員に対しては、マイクを使っていただくので、マイクカバー、使い捨てのマイクカバーを用意して、必ずそれを持っていって、自分の授業が終われば、マイクカバーを外して、えっとと、
お持ち帰りいただいて捨てていただくという形にしております。で、その他いろいろと、掃除が入、えっと、えっと、消毒の業者が入ったり、学生たちが自分で除菌シートで教託を、あ、教員が教託を吹いて出るとかですね、いろんなこともやって、なるべくできる限りの、思いつく限りの感染防止策を立てて授業を行っておりました。先ほど言いました課題教学科目っていうのがグループワークをするっていうことの科目で、そちらの右側の写真見ていただいたらわかるように、学生たちは本当に、みっちりグループを、顔と顔を突き合わせるとか、頭と頭を寄せ合って、ディスカッションする形でグループワークをするという形になっています。で、50人ぐらい、50人を一クラスにして、その3つが、大きな一クラスを作ると。で、教員が3種類のテーマを与えて、4週間ごとに一テーマをこなしていくような形で、教員も学生も文理融合で、だから、非常にシャッフルの効いた科目になっています。で、講義は20分弱なんですが、あ、すみません。教員が講義するのは20分弱で、ほとんどが、個人演習かグループ作業になっています。ですから、ある意味でも、その写真の通りの頭を突き合わせてっていう状態が、ほぼ、180分の授業の、あ、90分2コマなので、180分のうちの、160分強が、そういう作業をしているという状況になっている科目です。で、この科目を対面でやるために、先ほど言いましたような感染予防策を立てた上でですね、そこに書いてある通り、50人で1クラスを使っ、1つの教室を使ってたのをやめて、25人で、2つの教室にすることにしました。で、学生たちも机は、いつもだとですね、机4つ集めて1グループにしてたのを、倍の数集めて、学生たちの間に、距離ができて、なおかつ間にアクリル板を立ててという形のやつでやってます。ところが、教室2つになりますから、教員の説明は片一方の教室はできても、隣ではできないという形で、結局、教員はオンラインでライブの配信を行いながら2クラス目の講義をするという形になります。で、やっぱり、学校に出てきたくないと、コロナ感染が怖いのでっていう学生もいますので、それらの学生のために、オンラインで受けることも許していました。ですから、オンライン学生がいるグループワークは、対面で議論している学生に、オンラインの学生が一緒に参加するということで、学生たちは自分の前に、あ、九州大学は全員、パソコン筆記ですので、みんな学生パソコン持ってるんですが、そのパソコンを開いて、ネットワークにつながりながらディスカッション、フェイストゥフェイスのやつと、PC 上のやつとやるっていう形でやっております。で、その中でもう仕方ない、いやおなしにっていうか、ハイブリッドを目指したとか、ハイフレックスを目指したとかいうわけじゃなく、あ、そういう形の講義デザインしたわけじゃなくて、いやおなしにハイブリッドにならざるを得ない形で、この科目は実施されています。で、その中で、いくつか出てきた、チップスというか、それぞれの教員の創意工夫としては、ムードルを活用すること。それから、オンラインで、閲覧カメラを紹介するということの他にですね、実は、九州大学は、ズームはあまり推奨されていなくって、基本的にはマイクロソフトチームスを使うように取られていました。マイクロソフトチームスには、ズームにあるような、アウトブレーク機能がないので、グループワークしている学生の様子っていうのは教員からはなかなか見えない状況になってます。オンライン的にも。それをどういうふうに回避したかっていうと、実は、会議室をチームスの中で、山のように、山のようにというか必要な数だけ、だから50人分の、だから5人でやるんだ、グループを作ってるので10個会議室を用意して、それぞれの会議室で学生たちがグループワークを遠隔プラス対面でやるという形でやってたというような形になっています。ですから、そんな形の、いろんな、現場処理で、いろんな知恵を働かせながら、疑似ハイブリッドを運営して、この科目を動かしているということです。で、自然学総合実験の方は、実験をする日と、オンラインでじ、えっと、授業を受ける日を別々に分けて、だから実験回数を半分に減らすことで対応してますので、ある意味でここで主に議論されているようなハイフレックスとかハイブリッドの科目とは、あまり合ってないような印象かと思います。で、やはり、九大もですね、ネット回線の能力が十分でないことと、それから学生たちが、グループワークで、パソコン全部オンにしますと、ハウリングが起きたりして、困るっていうようなことも起きています。で、オンライン申請していたんだけど、やっぱり対面出てきたいっていう形で話をし、出てきている学生もいるっていう状況です。来年度に向けて、春のことももう議論を始めてるんですが、基本的には対面講義が可能であるという前提で、教室のキャパシティを3分の2ぐらいにし、あ、入る人数を3分の2ぐらいにして、遠隔講義もありでっていう形で講義を準備しようとしています。こういう形で、今、いろいろな、各科目を担当するチームに、相談をしているところです。
すみません、以上です。